10.5cm フラック38とは、第二次世界大戦にドイツで使用された、合計 105mm の校舎砲である。有名な 8.8cm フラック18、36、37より、射程の大きい校舎砲として開発され、改良型の 10.5cm フラック39と、合わせ1944年までに2068門が生産された。 8.8cm 高車砲より重いため、駆動方式は手動から動力式に変更された。開発を依頼されたクルップ社とラインメタル社は、それぞれ電動モーター式と油圧モーター式の両方を開発した。結果、ラインメタル社のピットラートーマ式、油圧モーター駆動型が採用された。これは当初直流式であったが、陣地に設置された場合便利な交流電源で、 駆動するように変更された。また新型のデータ伝達装置である37式に変更されたタイプは 10.5cm フラック39と名付けられ、1940年より生産に入った。海沿いの陣地に据えられた 10.5cm フラック39全周旋回可能な十字型砲がに載せられたデザインは 8.8cm 高射砲シリーズ同様で、 二百三型特殊トレーラーに乗せて十二トン牽引車で輸送することも可能であった。しかし重量が八点八センチメートル方の倍以上あるため野戦用としては不向きで牽引状態から射撃状態に移行するために二十分を要した。このため、要塞陣地や都市防衛用の高射砲陣地に設置、または平型貨車に搭載した軌道高射砲として用いられることが多かったが、 対戦後期の東部戦線などでは、野戦陣地に設置され、水平射撃で対戦車戦闘を行ったケースもある。10.5センチメートル砲の鉄鋼榴弾は1000メートル、先の30度傾斜した140ミリメートル総看板を、貫通可能、また1分あたり12から15発の発射が可能で、当時の敵戦車に対し十分な威力を発揮した。なお、本来野戦用ではないため、 8.8cm 砲のような砲因防護用の棒立ては最後まで取り付けられていない。このほか、格好砲化して新型弾薬を用いる性能向上型 10.5cm フラック40も計画されたが、8.8cm フラック41などの新型砲が開発されたため中止となった。ありがとうございます。